ているんですけれども、お疲れ様、ありがとう、フォクピグさん、ありがとうございます。 MV 公開されました。皆さん見てくれたでしょうか。見ました。赤い衣装似合う村長、ありがとう。皆さん赤の新しい衣装も見てくださりましたか。を見つけてくださった方もいますね。ありがとうございます。まだの方はぜひいっぱい見てほしいなって思います。そう、2種類衣装ある。そう、ため息かわいいしか出てこないありがとうございます。皆さんメガネのポスター、あ、グッズもね、そうなんだよ。メガネのポスターさえちゃん、いや小道具をなんかお借りというか小道具をお借りいたしました。衣装さんの衣装用の衣装さんが用意してくださったものです。雑巾さんありがとう。確かにノースリーブ、うん、他の衣装はすごくね可愛くてかっこよくていろいろ混ざってる、ね、素敵な衣装をいただきました。作っていただきました。そう、私はなんか標準の形、標準の形ではあるんですけど、標準の形ではあるんですけど編みタイツをそう履いてるんで、いや最初は履かない予定だったんですけど、いろいろ変更があって履くことになりました。そう、カツオのたたきさんありがとう。ね、なんか赤衣装映えるね、映えるね、映えてるね。赤の村民 T シャツを皆さん着てくれてると思うんですけど、いつも私も赤の衣装を18枚目シングルは着て活動できるのですごく嬉しい気持ちがあります。赤がすごく好きなので、そうグッズとかも赤で定着しましたし、もうそう赤枠いただきました赤枠定着いたしました。皆さんそう赤いグッズをぜひ身につけたりしてください。そう、あ確かにそうね、目撃者のあれとは違うね。MV はね、どうですかね、本当に廃墟での撮影でした。廃墟、そうなの、だから地下街にいたりもするし、地下街、地下室地下街じゃない地下室にいたり
もう場所を特定されてる方いて早ーってなったんですけど、廃墟だったので。すごくね、すごい怖かったね地下で撮影したんですけど、私怖かった。そう、屋上でも撮影したりとかしていました。こんばんは。なんだろう、そう、叫んでるシーンも映ってたり。赤い衣装はね、そうですね、ステージ衣装になります。こんばんは。頭おかしい。何人だろう、3人かな、どうなんだ、3人か。確かにあんまり見られる、見たことない表情、見る機会があまりないような表情。確かにうん、いや、メガネはなんか小道具みたいな感じでかけたんですけど、あの踊るときはさすがにつけてたらあの取れちゃうし、あのそうだから反射しちゃうから、あのグッズの時も撮影したけど反射しちゃうからちょっと無理かもって感じだったんですけど、なんか採用されてました。メガネのポスターが採用されて、赤の衣装のグッズはね、あ、出ると思います。多分なんかグッズ系多くてみんなちょっと大変ですが、あの欲しいものをみんな各々ゲットしてくれたら嬉しいです。赤衣装のオフショー載せました。赤衣装の SNS ぜひチェックしてください。出ました。あのつい先ほど最新オフショー。そう、黒も赤もいいです、かっこいいです。そう、赤衣装もね、ちょっと随時って感じかな、多分。ね、赤の衣装いいですよ、目立つよね。なんかフェスとかでも着れると思うからさ、めちゃくちゃ映える感じで良さそうだなって、思いました。確かにね、まだ寝れないですね、ちょっとまだお仕事がちょっと特殊な今日スケジュールなんで。こんばんは。フォーメーションが難しい。そうですね、確かにちょっと移動とかは、フォーメーションの移動とかは結構複雑なところもあるから、確かに大変かも。確かに赤かく、いやー赤ですね、基本も多分。あの今後黒の衣装を着る機会あんまないかも。
なんでかっていうと踊りにくいんだよね、あの衣装ちょっと。だからライブとかでは着ないと思います、多分。多分ね、赤い衣装をこれから着ていくと思います。わかんない。大ちゃんありがとうございます。曲のタイトルは僕的です、多分。全部多分なんですけど、君的もあったけど、みんな多分僕的って言ってるかな最近は。黒衣装はちょっと他で着る機会どこいつであるかな、わかんない。なんかステージっていうかパフォーマンスするときは多分赤だと思います。でも踊らないのであれば黒の可能性もあるけど、とりあえずそう、僕的かなって。とりあえずでも黒の衣装で踊る機会はそんなにない気がするんですけど、どうだろうな、わかんないんだけどね。そうそう、まあでもね、使わないのはもったいないけど、なんかそう着る機会はまたねあったらいいなとは思います。そう、でもこの曲はねすごいいい曲なので、なんかいろんな方になんか興味持ってもらえる楽曲になるといいなっていう。なんかさ、いろんなところにこうお店とかで流れてたら、え、なんでこの曲いい曲とか、なんかちょっとそう、なんかたまたま聞いた人が、え、なんだろうこの曲っていうね曲になるといいなって。すごい、だからいろんなとこで聴けたら嬉しいよね。そう、たくさん披露する場が増えたら嬉しいなって思います。結局に2つも衣装を作るなんてすごいですね。なんか黒の衣装はなんか作るっていうよりかはいろいろな結構高い洋服お高めなお洋服とか着てるメンバー多分いるんだけど、メンバーによって違うんだけど、なんか集めた衣装というか、だからブランドのものとか着てたりするのかな、私のはちょっと分かんないんだけど。そう、なんか作る一個一個サイズ調整して作ってもらったっていうかは、なんか集めてそういただいたやつだと、そうですね、今までダンスとステージのダンス、あー、いや、そうだな、ちょっと違うとこはあったりもするけど、まあ一緒のとこは一緒だね。1890、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。1890、はい、あとなんだろう、 MV公開されたからついになんかいよいよこう始まった感じ、18枚目がスタートしたなって。まだ発売日が本当のねこうリリース
日がちょっと本当のなんかスタートって感じではあるかもしれないんですけど、まあちょっと MV が公開されたので、またなんか改めてちょっと18枚目発売されるんだっていうのが、そうちょっと実感が湧いたのですが、こっからまたね長い期間18枚目の期間がね、とりあえずイベントもありますし、ハイタッチ会とかさ、いろいろリリーベとかもそうだけど、来年まで決まってるのでそこの予定がね続いていくから、ちょっと楽しみだなって思っておりますが、 MV ねありがとうございます。いっぱい繰り返しありがとう、皆さん繰り返し見ていただけたら嬉しいです。そうそう MV 出たのでね、皆さんも拡散していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。うん、みんな、あ、ポジションっていうか序列のこととか気になるのかな、やっぱみんな。そうだよね、今回はそうですね、いろいろフォーメーションあったりして、まあ明確に見えるところとかはなんだろう、そんなに多くはないかもしれないんですけど、 MV とかでは。そうでも今回は私は11番手だったので、前回より下がってしまったので、そうまあちょっと本当に MV 公開されてね、あの喜ばしいことで本当に嬉しいことなので、そう選抜としてこう全員が映れてないのでね、全メンバーが映れてるわけではないので、本当に MV に参加できて、衣装をもらえて、歌詞をもらえて、歌ありもらえてっていうだけでもありがたいことなんですけど、そうでもねやっぱ満足はしてしちゃいけないなって思うので、私はね、そうだし選抜に入れたことをね嬉しい報告はできたとは思うんですけど、でもその先をね期待してくださってた方とかもいたと思うし、みんなでファンの方はね、私のファンの方、私のファンじゃない方はなんで愛知が入ってんだよっていう人もいるかもしれないけど、でも私のファンの方はすごくたくさんいつも期待してくださったり、すごく熱量高く応援してくださってると思うので、そのか皆さんにはこうまた一つ選抜に入ったよっていうことだけじゃなく、プラスで嬉しい、なんだろうな、序列が上がったよっていうね報告ができないことは悔しいって思うべきだなって、そうなんかただ単に選抜に入れた、やった嬉しいってだけじゃ多分落ちていくことしかないと思うから、上をね見続けなきゃなって思うので、そう悔しいなってすごく思ったりもしました。あの本音はね、でもそう MV こう映れてることだけでやっぱ嬉しいことではあるけどね、幸せなことではあるんですけど、満足せず頑張っていきたいって思っています。そういろんな、でも本当にありがたい悩みなんだと思います、幸せな悩みなんだと思います、この選抜での序列に関しての悩みじゃないけど、選抜の中での
なんか目標みたいなのができてるっていうことは昔の自分からしたら本当にありえないことだったので、本当に幸せな壁にぶつかってるんだなっていう気持ちではあるけど、なんかまだまだ頑張りたいなってすごい思って、改めて頑張んなきゃなってすごい思ってます。はい、ファンの方と一緒に頑張れたら嬉しいなっては思うし、まあ序列だけが全てではないし、まず選抜に入る入れないっていうところもあるから、なんか本当になんて言うんだろうな、幸せすぎる悩みなんだとは思うんですけど、でもそれでもやっぱり上を見てないとねダメだと私は言い聞かせておりますので、やっぱみんなもファンの方もまだまだ満足せずについてきてほしいなって思います。はい、そうですね、幸せな目標ですね、悩みっていうよりかは目標ですね、幸せな悩み、幸せな目標を今持っているんだなって私は思いますので、ね、なんかその環境に今のポジションにこう甘えずにというか、甘い気持ちを持たずにもっともっと、自分に厳しくしていかなきゃって改めてね思います。大ちゃんありがとうございます、コバコバもありがとうございます。もっとねこう一人でリップシーンが抜かれたいなっていう幸せな目標もあります。そうなので、叶えられたらいいなって思うので、叶えられるように頑張りたいですね。このシングルをまずみんなとねまた全力で走り抜いて次につなげたいなと思っています。その序列とかポジションだけでなくね、やっぱりそのなんだろうな、グループの中での役割とかそういうねなんか活動がね一番大事なので、なんかそこをね私は大切にね、いろいろなそうものがありますけど、いろいろなね壁がありますけども、やっぱりそこの活動を全力でそう頑張りたいと思ってます。まずはねそのいろいろなことありますけどね、ありがとうございます。でもみんながねすごくなんか熱量高く応援してくださるおかげで私もね頑張ろうって思いますし、そう
幸せな目標がたくさんありますので、それを一つ一つ叶えられるように、頑張りたいです。 MV で、そうですね、ソロのリップシーンは欲しいですね。あとね、やっぱ歌ありが最初、なんか一つでも早く私の歌声聞けたら嬉しいよね、ファンの方。そう、でも思ったけど、なんだろうな、なんだろう、もうフロントメンバーより、なんだろうな、フロントメンバーというか、やっぱり前のメンバーがやっぱりこうね、すごく MV とかではこうたくさん映れたりとかもするし、それよりまあなんて言うんだろうな、下のポジションだとなんかやっぱそこはあんまりなんか ごちゃ混ぜになるというか、やっぱ最初のそのフロントまでの、センターフロントまでのやっぱメンバーとかがこうしっかりね、こう序列っていうものはこうしっかりとなんか目立つようにはなってるというか、そう、そこからこう下になればなるほどなんかいろいろあんまり関係なくなってくる部分はあるなとは思って、そう、なんかちょっと難しい、伝えるの難しいんですけど、やっぱ前に行かなきゃダメなんだなって、そう、前じゃないとやっぱり明確に分からないんだなって、そう、なんかはっきりしないというか、そうそう、まあそのね、やっぱ選抜の中にも序列があるっていうのはね、すごくね大変な世界だなって思うんですけど、でもその目標を立てられるポジションにいるっていうのは本当に幸せなことなので、なんかさらにまた頑張ろうっていう気持ちになりますね。うん、まあでもいろいろありますけど、まあでもそうね、なんか落ち着いちゃいけないなって思うので、なんて言うんだ、やっぱもう私はもう向上心持って いなきゃなって、そう、向上心持っていないとね成長できないと思うんで、本当に向上心というか悔しいなっていう気持ちとか向上心は常に持っていたいなって思うので、ファンの方もどうか一緒にね持って行ってくれたら幸せだなって、私はなんか一人じゃないなって思います。そう、うん、でも自分のね与えられたポジションを大切に目立ってるよう、ね、前のフロントにいなくとも後ろでも目立てるように頑張りますので、毎回精一杯パフォーマンスを、うん、なので皆さんにはね、ファンの方にはそうセンターに見えるように私がセンターに見えるように、それくらいパフォーマンスもね毎回頑張りたいと思います。
瞳の中のセンター、そう、いてくれたら嬉しいなと思うね。そうなれるよ、頑張る。うん、みんなの、そうですね、うん、まあでも嬉しいだけの気持ちだけではなかったなっていう感じでは、いや、なんか贅沢な気持ちなんですよね。贅沢なことなんだけどね、本当に。選抜入れてなかった時の自分からしたら、あなた贅沢すぎよ、そんななんか高望みしちゃダメだよとか、そう、なんか過去の自分に言われそうなんですけど、でもね、いいよね上を目指したいからね。でも上を目指したい気持ちがなくなっちゃったら終わりだなって、悔しいなっていう気持ちがなくなっちゃったら終わりだなって思うから、いいよね。まあでもそれはね、他の人にね理解はされなくても、ファンの方に伝わってればいいので、私は、うん、このシングルに参加できるので成長できるように頑張ります。このシングルを通して私はまた強くなりたいと思います。自分のポジションを大事に、そのポジションで成長したいです。今回よろしくお願いします。皆さん今回も、うんうん、みんなに本当に支えてられておりますので、そう、今作も盛り上げていきましょう。皆さん一緒に MV ね、ヒットしたらいいな、たくさん再生されたら嬉しいなそう、まあそうね、うん、その10番以下のポジションとかの序列ってちょっと難しいというか、あんまり分かりにくいんですけど、一応11番手ですね、私は今回。頑張ります。 CD たくさん買います、たくさんハイタッチに行きます、ありがとうございます。私もまたね、これを機に今作品でも、今作18枚目でもたくさんのいろんな方に出会えるようにお仕事頑張ります。塗り方、リップ変えたね、プルプル、番号で伝え、番号だね、うん、番号ですね、番号、うん、名前がバーってこう一番上から一番下まで出される感じで、そう、そこで把握してする感じですね。そうそうそう。いや嬉しい。B さんの時はさ、初選抜の時はさ、
めちゃくちゃなんかポジションとか関係ないじゃない、もうなんか初選抜ってなんか関係ないというか、私の中では関係ないかったんだよね。入れただけでやっぱもう嬉しいみたいな感じだったのよ。でもね、これがね、こう不思議なことにね、やっぱり目標っていうのも、ね、嬉しいのハードルが上がっていくよね。ね、もうなんか、そのいいことなのか悪いことなのか、なんか初心をね、やっぱ忘れちゃいけないなっていう、選抜に入った時の嬉しさ、ありがたみ、そこも忘れずにしつつ、また新しい新たなね、嬉しいのハードルが上がっていくことへのね、なんかね、目標が大きくなっていくことも大切だしっていう、そこの塩梅じゃないけど、どちらもね持ち合わせながら頑張らなきゃなって思って、そうそうそう、なんでまだまだかなって私そうですね、まだまだファンの方と頑張りたいなって、まだまだ足りないな、刺激が足りないなっていう感じですそう、一緒に頑張っていけたら嬉しいです。あ、もうこの時間、じゃあランキング読むね。13位中村健太、あ、12位まさぽんさん、11位 MJ さん、10位バラさん、9位ヤクさん、8位アオイちゃん、7位コバコバ、6位ゾウキンさん、5位タータンさん、4位カタノタタキさん、3位まっちゃん、2位フォクピグさん、1位ダイちゃんです。ありがとう皆さん、ありがとうございました。ではさらにご用意、ホームがそうだね、そうだよね、ありがとうみんな、うむい、なんか見てください、じゃあねー、ありがとう、おやすみなさーい。